はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ドラグマアルバゾアです。本日なんですが、以前ちょっと一回動画にしたんですけど、ドラグマのアルバゾアくんをちょっと使っていきたくて、でちょっとはっきり言っていいですか、こいつね弱いんですよ。一番の耐性はそこそこ強いっちゃ強いのかな、強いっちゃ強いとこはあるんだけど、やっぱね、自分のフィールドのドラゴンモンスターが相手が発動した融合シンクロレクシスリンクモンスター効果を受けないっていうこの耐性ね、これ穴があるんですよね。まず、魔法トラップカード、例えば無限豪用とか、今だと楽園の獣とか、ああいうカードで簡単に処理できる、スプライトだとスマッシャーズとかね、あと、普通に戦闘で破壊されるんで、ガンマバーストとか打たれて、普通に3200ぐらいの、ギガンティックスプライトが、こいつを突破してくるとかもあるしね。これがね、やっぱね、1番がね、あんま強くねえ。で、2番強そうに見えるじゃないですか。2番もあんま強くないですよ。自分のメインフェーズに発動できる。相手は、エクストラデッキのカード2枚につき1枚、手札でエクストラデッキからカードを選んで墓地を送るっていこうか。これがね、やっぱずっと使ってたんですけど、僕このカード好きだったから、なんで弱いんですよね、こいつが。この効果で死ぬのがなんかスプライトくらいで、スプライトも別に知らないか。なんかね、楽園とかだと逆にアドバンテージめっちゃ稼がれるんですよ。アルビオンとか送られたり、アルバレナツ送られたり、なんかスプリント送られたり、なんかマジでやばいこと起きるんですよ、これ。だからこれね、どうやったらこいつ活躍できるかな、いうことを考えましてですね、ドラグマに言いました、解決は。これです。共同数機テトラドラグマ、これはどういうカードかというと、自分が相手の墓地の融合シンクロエクシーズリンクモンスターを合計4体対象として、このカードを手札から特殊召喚して対象のモンスターを除外すると、要するに墓地のそのエクストラデッキ系モンスターを除外できるんですよ。だから今日やりたい動きはですね、なんとかしてこいつを活躍したかさせたかったので、アルバゾアでエクストラデッキのカードを送らせます、相手に。でそれを除外してテトラ出す、これです。こうすると墓地のカードを利用されないんで一応ね。だから楽園とかだったとしたら、アルバゾア効果使います、でめっちゃ墓地を送られてやばいってなります、そこをテトラで根こそぎ除外して相手の思惑を狂わすと、これをさせていただきたいと思ってます。で、あとはね、エクストラデッキを基本的に破壊していきたいので、アルバスナイトとか、これ結構強いんですけど、アルバスナイトとか、アルバスセイントあたり、またはマトリックスあたりで、じわじわとエクストラデッキを削り、なんとかして相手のエクストラデッキを破壊していきたいというふうに思っております。でメインギミックは以前ご紹介させていただいたドラグマのギミックが主になっていますね。ディマイナーとかイブリースとか、これちょっと召喚権被ってるんで、ここ5枚ぐらいにしてますけど、別にこれ全部積んだ方が強い説もあります。はい、ちょっとそんなところかな。天帝ロシとかね、OCC の方だと3枚使えるように確かなってるんで、これちょっともうちょっと早くね、マスターデュエルでも使えるようになってほしいなとは思うんですけども、早速ね、この、ほぼ、純ドラグマと言っていいでしょ、これ。ちょっとこれ入ってるけど、純ドラグマデッキによる、テトラドラグマによる、アレバズワとのこのコンボ、これを見せていきたいと思ってますんで、早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。テトラちゃん来てんのか。マトリックスあるからイブリースだな。とりあえずイブリースちゃんの相手に送りつけていくされていくぜ。なんかあるな、無限包容とかそっち系ですかね。これちなみに無限包容もケアできるんで、イブリースって送りつけるとそれめっちゃ強いんですよね。さあイブリースの効果、相手のフィールド上に特殊召喚、オッケー。これチェーン的にこれ無限包容とかエフェクトベイラーの気がするんだよな。エフェクトベイラーは無理なんだけど、無限包容はケアできるんですよね。なんでかっていうと、これ相手のフィールド上にカードあるんで。さあドラグマトリックスの効果を発動するぜ。デッキから何らかの儀式魔法と、いやアルバゾアいいのか、なるほど。ドラグマーターと、エクレシアですかね。ハンド的にはかなり強いですね。やっぱそのイブリス送りつけた後にマトリックスするのがめっちゃ強いんで、とりあえずマーター打ちましょう。でね、アルバゾアとかいうモンスターの効果がね、強そうに見えてマジで弱いんだよね。マジで弱いんだよこのモンスターが。いや、あと強そうに見えるしかっこいいんだけど弱いんだよね、とにかく。ちょっとね、今回テトラあるから一応強気に攻めましょう。アルバゾアの効果で、相手のエクストラデッキを相手が選んで墓地を送るっていうことなんだけど、ビーステッ
と楽印とかだとまあ結構きついじゃないですか、まあ、それをねテトラで墓地を借りたカードを除外することによって実質エクストラデッキ破壊をまあ進めることができると、まあ、そういうコンセプトで今回はテトラドラグマをね、がっつりと使っていこうというふうに思ってるんですが、とりあえず相手が選んでエクストラデッキのカードを墓地を送るという効果です。さあ、あフィーバートポロジックゼロボロス、あスプライトか、なるほど、スプライトはねエクストラデッキで、ね、破壊、まあ、そこそこ食らうので、まあ、まあ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 悪くはないですよ。これちょっとさすがにマトリックス効果で相手のエクストラデッキ破壊しますか。ギガンティックスプライトとかエルフとか送ってるから、多分エルフとかスプライトとか送ったらいけんじゃないかなこれ、まあ、ギガンティックかな、さすがにさすがにギガンティックじゃないか、ギガンティックしょればこれかなり、ね、痛いですよ。相手もギガンティックスプライトエクストラデッキありませんからね。このエクストラデッキ破壊はかなり厳しいはずだ。テトラドラゴンは一応出すか。エクストラデッキモンスターをなんか根こそぎ除外4枚くらい根こそぎ除外すると出てこれるというモンスターでございまして、これ楽印対楽印のためにガッツリ積んでるんですけども、まあ、スプライトはそんなに刺さんないかな。まあ、とりあえず守備表示出しましょう。3200あるんで結構でかいですこいつも。で、エクレシア特殊召喚ほいで効果発動でマクシムス持ってきますよねこれ。いやマクシムスとアルバザー揃ってるのかっこよくない、まあ、ちなみにマクシムスドラグマっていうのもね、闇の力を手にすると、ドラグマのアルバザーに変身できるんですけどね。まあ、マクシムスドラグマの効果を発動しましょう。マクシムスドラグマの効果によって、自分のエクストラデッキから2枚墓地を送って相手の、エクストラデッキも2枚墓地を送らせるという効果なんですけども、アーデックとそうですね、まあ、バスタードですかねこれはさすがに、まあ、ワンドローしてもいいんだけどガルーラでここまで分回ると気持ちいいな。さあお前も2枚エクストラデッキからカード墓地を送るんだな。いやスプライトエクストラデッキ送らせんの結構きついな。シングルオーセンいなくなったから、なるほど、ウキウキとは何だっけ、森のメフェイズがいなくなった。まあ一応次のターンのマータかな。でまあこれでエンドかな。さあエンドフェイズバスタードの効果を発動するぜ。ドラグマモンスター1枚を特殊化するか手札に加えることができる。まあ多分これフルルドリスのか。ちょっとねエンドフェイズ確か遅いんですよねバスタードの。これがまあ一応フルルドリス持ってこれるのでギリセーフですけど、これ即座にサーチしたかったっすね、墓地送られた時に。それができてたら、まあ一応ドラグマもうちょい強かったと思いますけども、テトラとか、持ってこれるんで即座に、テトラとか、マクシムスとか。はい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 。アンコの将来進行か。アンコの将来進あったらいいでしょう。かなりね、エクストラデッキを、処理されてるんで、相手かなりきついと思いますよ。ちなみに、例えば、もしね、ここでアーゼウスとか出てきたとしても、アルバゾワの効果で、全ドラグマはエクストラデッキが出てきたモンスターの効果受けないんですね。アーゼウスの効果一切受けないんでめちゃくちゃ強いですこれ。盤面的にはスマッシャーズとかくらいから処理できるの。無限包容とかスマッシャーズとかは一応きついんだけど、まあ、無限包容もイブリスのせいで打てないと。イブリスは、リンクスワーにで、されちゃうとあれなんで、スプライトにはあんまり刺さないですね。楽園とかだとなんかイブリスを送りつけるときめっちゃ刺さるんだけどさ、リンク消化ができんくて、あのデッキね、なんかアナコンで入ってない攻撃もかなり多いから結構強いは強いんですけど、フィーバー特殊も別にいいんじゃないかな、まあ、なんかそんなにやばくない気がするわあのデッキ。何が出てきてももうなんか怖いモンスターいなそう。まあジェット、それはねスマッシャーズ持ってこられるんでそれだけ止めましょう。ジェットだけは止めましょう。フルルドリスの効果発動、スマッシャーズを持ってこられたりとかすると一番やばいんですこれ。はい、まあ、守備でいいですね。さあいけ姉さん、姉さんジェットの効果向こうにしてきてくれますか。ありがとうございます。バリ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 、よし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 、これで結構突破できんくなったんじゃない。これかなりきついと思いますけどね。スターター OK でしょう。スターティングオーバーして、まあでもそんな何も変わんねえかな言うて。ブルーね、オッケー。なんかモンスターめちゃくちゃ横並んでっけど、多分ねマジでねこの盤面回答そんなないと思うんですよね。スプライト今、まあ、さっきも言ったけどアルバゾアの効果で全ドラゴンモンスターがそのエクストラから出てきたモンスターの効果発動した効果受けないから、はい、なんかめちゃくちゃ横出ているけどね。
なんか強そうだけど、盤面的には。ただ、じゃあ抜けるんですかと言われたら、あれ抜けないんですよ。スプライト、ここは結構弱いからな。アーゼウスで流すくらいしか、やることないですもんね。マスカレーナいいでしょう。マスカレーナどうぞ。マスカレーナか、アスタルムかなんか出てくんのかな、わかんないですか。殴りもしないんだ。一応、アルミラージは殴れますけどね。殴りさえもしないと、言ったところ。とりあえず、アルバゾアでエクストラ破壊します。なんか何入ってるかちょっとわかんないけど、一応2枚墓地送ってくれる。まあ、使った方がいいよ。マスカレーナ使えるんだったら早めに。使わない。なるほどね。さあ、まあ、エクストラデッキ、エクストラのモンスターを墓地送ることもできるんで、一応マスカレーナとかを墓地送ることもできます。自分の手札でエクストラデッキから選んで墓地送る。ダウナードマジシャンとアーゼスがどっか行く。OK。で、マクシムストラグマの効果で完全 X の出来破壊です、これ。もう出せるモンスターおらんくなるけど、OK。マスカレーナ効果、はい、どうぞどうぞどうぞ。マスカレーナ効果発動して、エルフの効果も発動。マジで、マジでこれ出せるモンスターおらんくなるけどな、相手。はい、どうぞ。エルフの効果でジェット特殊化もどうぞ、OK。で、マスカレーナ効果で何でいくんでしょう、これ。選んで効果無効あるからね、フルグドリスとか出せば一応アストラムとかも突破できるんだけど、ユニコーンね、はいはい、ユニコーンちゃんね、ユニコーンちゃんが出てきて、まあヌットースでいっか。ヌットースとスカルナイトとかにします。なんかもうこれ真ん中いいんですけどね。さあ、でこれでヌットース効果発動して、エルフ対象にとってそれ破壊したいですという効果で、ジェット効果サーチで、ユニコーン効果手札捨てて1枚バウンス。だからバウンスできるカードが今アルミラージとマトリックスしかありません、相手。なんでかというとドラグマモンスターは効果がないんで、エクストラデッキ系の発動した効果全く受けないんで、マトリックスしか戻せない。 OK。 さあ、でスマッシャーズ持ってくる。ヌットス効果破壊。さあ、非常に厳しいんじゃないですか、相手。スカルナイトの効果も発動しますか。まあ、墓地のこいつを除外すると、ちなみに、こいつもまあ、ちょっと遅れたヌトスみたいな感じですね。ちょっと遅いヌトスみたいな感じで、モンスターを破壊できるという効果がありまして。で、これでテトラドラグマ君の効果を発動していけば、相手はやばいことが起きるという話ですね。さあ、全員攻撃表示にしていきましょう。満を持して、行くぞ、お前ら。さあ、エクゼバトルだ。テトラドラグマは特殊召喚されたモンスターと、戦闘を行うダメージステップ開始時、相手の攻撃表示モンスターすべて破壊し、破壊したモンスターかける800のダメージを相手に与える。何？無限ホール？何？テトラドラグマか？あ、そこなんだ。じゃあテトラドラグマの効果通していいの？なんか相手ドラグマ全然知らんかったっぽいな。なんか知らんけど全部取ったわ。大前ありがとうございました。まあ、知らんかこんなモンスターグ。わからん殺し一生しなかった。イブリースか、テンテやんのか。イブリース送りつけムーブは一応できるかな。イブリースからアルミラージ、イブリースがね刺さるね、デッキだと嬉しいんですよね。スプライトとかあんまり刺さんない。スプライトはでもエクサレッキが刺さるけどね、破壊が。ビーステとか、これ楽園かな。楽園とかだとね、テトラドラグマまで届かせれば一応、いや そのためにテトラドラグマ入れてきたんだけど、はい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 、サロニール特集で天帝の使徒発動。で、天帝でエクレシア持ってきたいんで、1500以上っすね。まあ、バスタードかな、バスタードじゃない。バスタード送って、で、エクレシア、マータあんのか。マータあんのはでかいな。で、ドラグマの聖女エクレシア特殊召喚して、効果発動。ドラグマ系カードをサーチしていく。いや、これは普通にマトリックスを持ってこなければならない。で、マトリックスを発動。相手のフィード上にモンスターがいるので2枚サーチになる。ここがイブリースとのやっぱりシナジーの噛んでるところですよね。
いやちょっとチャレンジしていいですか、自分ちょっとチャレンジしていいですか。テトラムーブしていいですか。いやこれね、いや今やり何をやりたいかという話なんですけども、アルバゾマで相手のエクストラ破壊した後にエクストラから墓地を送られたモンスターを全部除外してテトラ出したいんですよ。それをちょっとね見せ、まあちょっと何を送ってくれるかちょっと相手わかんないんだけど、楽園とかだと結構ねちょっとこのデッキがまあどんなことがしたいのかが分かってくれるからいいなと思ってるんだけど、まあとりあえずアルバザーの効果発動していく。相手のエクストラデッキは15枚あるんで、一応7枚のカードを墓地を送らなければならないと、相手はね。さあ選べよ7枚のカード。さあ楽園だ、オッケー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 、楽園来た、これがやりたかったの俺は。これこの対面の時なんだよ。スプリンド、これはもうちょっと相手のエクストラデッキ破壊しに行こう。ああルベリオン抜くのありだな、ルベリオン抜くのありですね、ルベリオン抜くの結構ありですね。まあアルビオン除外してアルビオンしなくできるのもあれだけど、ルベリオンは除外されたモンスターを戻せるから、多分これルベリオンで復活できんくさせるんじゃないかな、除外ゾーンのやつを。でテトラドラグも効果、相手のエクストラデッキ系のモンスターを墓地から4体除外して特殊召喚できるぜ。根こそぎ除外、これはミラージェイドでいいか。根こそぎ相手のモンスターをひたすらに除外していくぜ。うわーうおトウ、よし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 、これで相手の計画は完全に狂ったはずだ、完全に計画が狂ったはず。でバスタードの効果を発動、これでね、まあね、ここは遅いんだよね、ここ本当に即座にサーチできればな、テトラドラグマとかあのじゃなくて、なんだっけ、あのマクシムス持ってきてマクシムスの効果でって感じでできるんだけど、それがねちょっとできないんで、まあでもまあ言うて強いでしょ。プルルトリスの効果向こう1回あるのと、ウララが1回あって、でエクストラデッキかなり破壊されてるんで意外とあれきついと。で一応ミラージェイドとかの効果は効きません、あれバズワ君がいるんで。まあ、聞くとすれば魔法トラップガードですね、無限攻撃を打てないですけど今。あー OK いいですよ、もう隠しましょう遅延を。楽園の獣とか、あとあのミラージェイドが破壊された場合の効果とかって、あれ残存効果になってて、あれあれバズワ受けちゃうんですよね。なんかね、あー OK ここぐらら墓穴マジでやめて、墓穴マジでやめて、まあ、言うてもそんな強いモンスター出せないでしょ楽園融合で。あ、オッケーオッケー止まりそう、オッケー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 、これはきついだろ、楽園融合打ってるからもうリンクもできないしね。あーオッケー、ルベリオンもいないと。でこのねルベリオンがマジで辛くて、ルベリオンって送られる楽園の獣でアルバゾはぶっ壊されるんですよね。魔法トラップにマジで弱いっていう、一応アルバゾアが破壊されなくするという効果、まあ、一応それはアルミラージで一応対策はできてるっちゃできてるんだけど、はい、殴られてから獣で破壊されるとかされると、あのそれでも一応チェーンできれば大丈夫か、はい、なるほど。ですね、まあ、とりあえずあマトリックス発動しまして、マトリコが自分ですね、これはアーデクを送りましょう。でアーデク墓地を送られた場合の効果を発動して、さっきこれアーデク俺使ってないんだ、使ってなくてもここまでいけるのやっぱ強いな。でまあマータですよね、マータでマータ発動で、レベル8のモンスターを墓地に送ることによって、なんかあんな、なんだこれ、とりあえずアルバスナイトを特殊召喚していくぜ、ドラグマのアルバスナイト。バスタードを墓地に送って、ドラグマのアルバスナイトを儀式召喚、このモンスターは相手が効果を発動した、その効果にチェーンすることによって相手のエクストラデッキを破壊できる効果を持っている。いけアルバスナイト、なかなか強力な場面になってきたぜ、なかなかに強力な場面になってきた。テトラドラグマで吹き飛ばした方がいい、ダメージ的にはそっちの方がでかい、バトルフェイズだ、いけドラグマのテトラドラグマ、ドラグマの数奇、テトラドラグマの効果、相手が特殊召喚されたモンスターと、戦闘を行う場合ダメージステップ開始に攻撃表示モンスター全て破壊は、
そしてあ、サロニールまだいる、サロニールまだいる、あー、バスタード除外される、まあいいだろう、オッケー、よろしい、特殊で、ドラグマのアルバスナイトの効果を発動するぜ。これどうしようかな。まあワンドローして破壊するか。ガルーラの効果、1枚ドローしながら相手のエクストラデッキを破壊するという効果を発動。ミラージェイド抜いといていいんじゃない。これでもミラージェイド出てくることないでしょ。でガルーラ効果でワンドロー、まあ、たいらない、攻撃し続けないで、アルバゾアでぶん殴っていく。おらおら、これでメイン2だ。送った方がよくね、アルバゾアちゃんの効果発動した方がいいでしょ。俺アルバゾアの効果を発動さあ墓地に送れよ、エクストラデッキを、エクストラデッキ墓地に送れもうだいぶエクストラデッキ枯れてるだろ相手。さあどうする、きついはずだこのエクストラデッキ送りは。 OK いいだろ、アルバレナテス、マスカレード、クエリティス、なるほどね。ちょっとアルバレナテスで楽園融合回収されんのか、それをケアしたかったな。まあいい、楽園融合いいだろ、いいだろういいだろういいだろう。まあこれでアルバスナイトの効果が発動して、またエクストラデッキ破壊できるんで、またエクストラデッキ1枚プラスで破壊できますよ私は。このなんか陰キャエクストラデッキ破壊がいいよね黒五竜アルビオン効果、あいいだろう、黒五竜アルビオン効果で、あ剣か、あこれ除外ゾーンからなんか回収しようとしてんな。いやじゃあアルバスライトまだ使わなくてよくね、回収したやつ送ればいいからね、そんなのは回収したモンスター送ればいいからこれちょっとまだアルバスライト使わない。エクストラデッキのカードを回収しようとしてるのうざすぎるぜ。あっ強え、アルバスは強え。いやこれ何出せんのこれ、まだいたっけ、ルベリオンとかいたんだっけ、ルベリオンじゃない、アルビオン、うわいんのか、うわじゃあ送っといてよかったか、アルビオンか強えな。まあ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 、でもアルビオン効果発動はこれフルルドリスはまだですね、これ剣まだ使ってないからここはまだでしょ、ここスルーでよくて、で多分ここで融合召喚したいよという効果剣 OK、 これで何に戻すの、あルベリオンね、あっ OKOK、 これでルベリオン出してくんのか。じゃあこれ出てきたルベリオン無効にすればいいんじゃないですか、つまりこれ多分はいはい、でアルビオン効果で多分ルベリオン出してくるんですよね、でルベリオンクルルドリス無効にすればなんとなんじゃね、はい、でルベリオン OK で効果ここ、これよ、ここで絶望のクルルドリス、いけねえさん特殊召喚、そしてフィードのカードを1枚の効果を無効にしていく、ルベリオンの効果は無効、よしきついはずだ、これはきついはずだ、絶対に楽園融合から強いモンスター出させないという鉄の石、何、あそうかルベリオンいいのか、いやこの楽園の獣やばい、天敵だ、楽園の獣とかいう天敵が置かれるぞ、マジいいぜ、あのカードはめっちゃ効く俺たちには魔法トラップカードに耐性はない、そしてこれで断罪効果、はい、アルベリオンリリースできるのか、アルバゾアくそ俺たちのエースのスターがくそよくもよくもやってくれたな、これもうなんか打点でぶん殴りにいけばいいんじゃないかな、もうもはや、はい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 、で回収する楽園融合セット、はいいいでしょう、で何出せんだと、もうでも言うてミラジェイド系出せないもんな、相手ミラジェイド系出せない、エンドフェイス、オッケーでアルビオン効果で何セットされんだこれ、何にセットされんだこれ、うわ断罪か、
なるほど、特殊召喚系効果無効ね。エクレシアね。はい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 、なるほど。まあエクレシアは召喚しよう。で効果発動、サイクレシア効果発動して断罪か。なるほど、まあちょっとマトリックスしかないか。とりあえずマトリックスだな。でマトリックスを発動で効果で相手フィールド上にモンスターがいるので2枚サーチが入る。まあ当たんのね。なるほどね、まだいるのね素材が。じゃあ普通にアルバスセイントワンチャン強いだろうな。アルバスセイントだな、もうなんかアルバゾアであるっすよ。あんまねえもんなこれ。テトラじゃね、これもう一回テトラでは。ダブルテトラで分からせるわダブルテトラ共同数機ダブルテトラドラグマで分からせるわ。とりあえずお前これで断罪撃てよ。おい断罪撃て、断罪を撃て。さあどうする、断罪撃った方がいいんじゃないか。特殊召喚系の効果だとこれは断罪、特殊召喚系のね効果を戻すとアルバス系の融合モンスターを2体こっちから無効にできるよと、無効に社会できるよという効果がありまして、ミラジードとルベリを戻していく。いやあるね、次のターンあれは出される可能性があるな。で攻撃表示に変更するぜ。そして共同数機テトラドラグマの効果、相手の、墓地に存在する融合モンスターを根こそぎ除外していく。根こそぎ除外だ、いけー共同数機テトラドラグマンさあ楽園の獣はメインフィール中にしか撃てねえぜ、いくぞお前ら。見よこの最強アメバトルだ、いけあ、オッケーだろ。さあ獣の効果で何を破壊しても遅い、いえいやテトラドラクマパーチドガーやっとやっと楽園に勝ったわ。いやーやっぱねー高校が若干弱えな、若干っていうかかなり弱えなまず儀式魔法を止められるともう大体何もできないし、まあ、一応ドラゴンパンチメントがね後打ちで強いからまあ一応引いてるのはありがたいけど、あリリースじゃん、やばい出たか、リリースコントロール命削りの考察何やべ、6でもねできたなこれ。悪魔城リリース効果、リリースして通常トラップを相手に見せつけることによりお邪魔デュオ、お邪魔デュオ、お邪魔デュオえ何これデッキ意味わかんない、カード来た。で、カード1枚ドロー。はい、やべ、わかんねえ、なんか意味わかんないカードをサーチされた。終焉のカウントダウン、どういうことどういうことどういうこと、やばい、やばそうなデッキだってことわかるわ。自爆心入ってて草、コカパガガチャピン入ってて草、ガチャピン入ってる草なんだけど、お邪魔トリオこれは何、お邪魔トークン3体収集してる。うわだる邪魔、お邪魔トリオ、はい、お邪魔デュオ、はい、お邪魔デュオでお邪魔トークンを2体特殊召喚、宇宙の収縮、何これ、お互いのフィールド上のカードがそれぞれ5枚以下の場合、お互いにフィールド上に存在できるカードはそれぞれ5枚までになる。えどういうこと、え俺これ何のカードも置けないの、やばい、なんかお邪魔トークン、しかもえお邪魔トークンってさ後回し召喚のリリースできないもんね、もうリンク召喚するしかないってこと、いや待って俺これお邪魔トークンどかす方法なくねいやちょっと待って俺イブリースとかしか入ってないからさ、待ってこれイブリースしか入ってないから
この俺お邪魔トーク処理できないんだけど、これ俺これもしかしてこれ20ターンこのまんま俺一生エンドフェーズし続けるしかないの。嘘でしょ。これカードセットすることさえも許さないの、これやばない。お前感謝しろよ、20ターン待ってやった俺に。おいお前マジで感謝しろ俺に。